はい、じゃあ今日は仕事終わりね、ちょっと、プライベートキャンプ場に来てみました。今ちょっと火をつけたんですけど、もう真っ暗なんでね、ちょっと今ランタンというか明かりをつけて、やり始めます。で今日は、もう時間の方はね19時43分で、今日はちょっと背徳な今日はこれでいきます。ケンタッキーフライドチキンと、まあ、当然おビールということでね、であと、この最初にね、まず当てにちょっと今スーパーで2つ 20% オフのスルメイカの姿作り、うまそうだよね。これをね食べながらねやっていきます。そしてビールの方もいただくんですけど、今日はなんとじゃん、これなんだか分かりますか。俺もあんま見たことないですけど、一番絞りプレミアム見つけたんでね、これを今日やってカロリーを摂取していきたいと思います。金曜日の夜に乾杯。うまっ、初めて飲んだけどめっちゃうまいっすね。あうまい、こんな感じで、わおって感じでね。これついてるのは肝醤油って書いてあるね。肝醤油、いやうまそうだね。ちょっとじゃあ白髪ちょっととろっとした感じ、まずはね、わさびも何もなしの肝醤油だけで、ね、うん、やばいねこれ。幸せなのか、あそしてこの一番搾りプレミアムめっちゃうまい。普通の一番搾りいきたいと思います。乾杯。あうまいな、
うん、幸せ。ここでじゃあケンタッキー行きたいと思います。やっぱビールね、ビールにチキン最高ですよね。クリスピー、骨なしクリスピー、これも2本ついてます。こんなに食ったらね痩せちゃうよね。サクサクで、サクサクでうまい。もういいよね、チキンって言えばもうビールしかないよね。最高ですよ。おはようございます。朝食の準備中です。今日使っていくのもね、戦闘飯盒2型、ロスコ製です。でこれをまあ今ね、中に昨日の残ったケンタッキー一つ入れて、ご飯を入れて炊き込みご飯、それをまあ上の段でねやってます。で下の段で、ボンカレー、これを温めてまあ朝食として、やっていきたいと思います。こんな感じかな。出来上がったらまたね、この中身の方を開けていきたいと思います。うん、今日もすがすがしい朝ですね。雲はちょっと多めでね、ちょっと向こうの方ゴロゴロ行ったりしてるけど、うん、まあ涼しくて気持ちのいい朝ですね。完成です。
いただきます。飯をね、これにしてからもうご飯が焦げることがないんで、朝時間がない時でもね、急いで炊飯してメスティンだとちょっと焦がしたことあるんですよね。そうするとちょっと朝もうがっかりみたいな、もう一回ご飯炊くみたいな、あったわけ多分みんなあると思うんですよね。悩ますよね。これが一切ないっていうね。そしてまだ同時調理っていうか1個でねルームを温められて、まあ、それ以外中華丼とかいろんなね冷凍丼とか温められますから、いいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じでね終わりたいと思います。あとね片付けをしながら、まあ、ゆっくりね焚き火をやって、気が向いたら帰りたいと思います。それでは、ね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、あとコメントなんかもねお待ちしております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。笑顔にラリー